はい、では続きをやっていきます。ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めて。今パートなんぼになってんだろうな。なんかどの辺で区切ってるかはわかんないんですけど、なんか1時間ずつぐらいなんか取りだめしてるんで、いい感じのところで区切ったりはしてるかなとは思いますがで、雑魚戦もある程度はカットをしていこうかなと思います。長々やっててもしょうがないと思うんで、いい感じのところでまあ見切りつけて区切ったりしながらやっていこうかなと。その方が多分いいよね。よし、結構な経験値もらいましたが、残り362、131、まあまあ必要だけど、カミュがね、カミュが薬草を持ってた方がいいよな。ただ薬草がないのか。ユグノア効果的なやつは売ってもいいか。薬草がまあまああんな、薬草な。主人公ちょっと遅いんだよね。まあ、しょうがないっちゃしょうがないのかもしんないけど、亀盗賊だしね。まだブーメランでいいかな、カミュー。ブーメランの方がいいかもしれんな。なぜならこう全体攻撃できる武器がないのよね。カシのブーメランにして殴った方が良さそう。ホイミ。危ないね。ホイミ。ホイミ。よし。風切りハネ。やっぱレベル9って低いんかな、この状態だと。早く分回し覚えてもらわないとな。ただな、分回し覚えたところでこいつ回復ソースでもあるから、もったいないっちゃもったいないんだよな。ほい、ジバリア。お、火炎陣か。火炎陣ね。10と9。はい、さあ日本風の場所にやってまいりました。ここの場所の名前は、あ、出てこない。虫風呂屋を開店したばかりで。いや、行っとこう行っとこう。そうな。はい、1名様ご案内。ホムラの里。神タイツをゲット。宿屋に泊まる前にセーブだけしときまして。続けますよ。よいしょ。虫風呂屋、はい。寝て、ちょっと体力を回復しますか。はい。
夜になったら夜になったでまた話せる人たちが変わってくるんじゃなかったかな。ドラクエイレブンは。100ゴールド、小さなメダル、集めとくのに越したことはないからね。一徹の、はい。おぉ。小さなメダル。小さなメダルを作ってる人の話か、これ。はぁ、あ。あんまりそういう認識なかったな。ほかほかストーン。はいはいはい。鉄鉱石。水晶の塊が目印だ。はいよ。採掘ポイントの鉄鉱石がよく取れる。はい。西の方にある採掘ポイントに行って鉄鉱石を入手してこよう。はい、ここね。あ、ベロニカ。はい。金鉱石2個。金の指輪プラス1。いいよ。はいはい。金の指輪プラス1ね。クロスブーメランはね、結構嬉しいので、先に作っちゃいましょうか。道具屋で薬草を9個道具袋に入れます。でここで売ってるのが鉄の体験か。ちょっと保留。火薬と針魔の冒険。ちょっとどっかにレシピがあるはずで、ちょっとねレシピを手に入れたい。できればね。レシピが手に入ってくれりゃ嬉しいんだけどよ。相手にされてねえな。ここも道具屋か。ここスライムピアス売ってんだ。まあ、1個買っとくか。まだ持たなくていいです。はい。じゃあ神にスライムピアス持たせて。火種、銅鉱石。お参り。まぜ切り羽根。せい。人食い下流。まあゆっくりしていきな。はい。
いや、そこにあんだろ。絶対そこにあんだろ。レシピがよ。困ったもんだな。とまず、あとやることとしたら、一応酒場寄って、夜来たらいいのかな。夜来るか。ちょっとカミュ連れて。お、鎧作り入門。聖堂か。悪かねえな。よ。ちょっと今のうちにさ、セーブしといて、もう一回。ちょっとレベル10にしちゃいたいな。12か。ほい。ハイギリできない。メーラ。オッケー。よし。最大 HP 低いなー、君。身の回りがようやく上がったけど、13は低いね。もうあと2レベルぐらい上げたいんですけど、難しいかな。はい。クロスブーメランもらって、クロスブームランを装備させます。で、よいしょ。太鼓石もらって、レシピもらって、鉄製の剣、鉄の剣、鉄の大剣。ビッグブレード買ってもよかったかな。特に会話が変化するわけじゃないか。てかベロニカは夜になってもまだそこで粘ってんの。夜は空いてないんだっけ。空いてるわい。空いてるけど入れないんだっけ。あ、入れんだ。ここじゃ女風呂なんでしょ。そう、捨ててこパンツがあるんですよ。はい、お待たせしました。いや、ああ、女の子がいたってこと。ああ、それはそうだね。水蒸気すげえな。いや、
はあ。さあ、ルコ。ルコ連れたまま外出られんのか。パフパフ、やるやる。初めてのパフパフ。ルコ連れたままパフパフやって。いいのか本当に。ダメだ、なんもねえわ。シュッ。虫風呂は最高だったぜ。はい。あ、いたいた。しょー。パパ。いいよ。酒場酒場。めっちゃドス、めっちゃドス聞かしてやろ今。わお。いいよ。亀がちょっと引いた。さあ、ベロニカが仲間になりましたが、多分これは勝手についてくるタイプの仲間だな。ちゅうわけで、セーブしたい。セーブ中です。もうはい、よし行こうか。クエスト、まあやっぱこれ受けれないんだよな、もう多分な。鉄の体験を手に入れる前にビッグブレードを買っちまうか。ビッグブレードを買っちまおう。そうしよう。
ああ、ビッグブレードより鉄の体験の方が強いか。鉄の体験の方が強いか？ベロニカ魔法使わないの？ビッグベル20だったよね。火事。上下打ち。はい。鉄の体験が、あ、鉄の体験の方が強い。鉄の体験にしまーす。えい。えい。えい、えい。えい、えい。オッケー。もうこれで仕上げちゃいますか。いや、ここ叩くか。まあ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 、いいでしょう。フライチ十分です。よし。レベルはもうちょっと上がりそうだけど。さ。地下迷宮なんで、いろいろと仕掛けがありそうですが。ゾーンだとね、攻撃力が若干上がるんですよね、確かね。あ、やっぱそうだよね。遠回りした方が多分いいんだろうけど。はい。多分道順教えてくれるんじゃないかな、これ。なんかそんな気がした。オッケー。でもね、お、はい。過去を見るのは大事なんですよね。モンスターに乗ればできるよみたいな、そんなあれだったかな、これ。はい、鍵開けて。あ、出てきた出てきた。わお、いてー、さっきからやべを使ってちょうだい。兵士抜きいらねー。はい。あう。で、ここ行くとここでも宝箱。こう。ヌストのグローブ、人工の種、ヌストのグローブ、
守備力、器用さ。こうかな。MP 吸い取られるのはちょっと鬱陶しいですが、磨き絆ね。1066822、まあ1066なんてすぐ溜まるやろ。シルバートレイ、シルバートレイ、この人防具持てないからね。ちょっと今持ててもしょうがないな。1対1は意味ねー。せっかく取ったのに。いや、さっきからバギが鬱陶しいな。おうおう、妹さんが。寝てた。魔力吸い取られて年齢が吸い取られた。はい、ありがてえ。ここでレベルアップができる。あ、レベル上がった。ナイスー。ちょうどいいや。このままボス戦だと思われる場所まで行きましょう。ついでに、いらんけど一回回復して。はい。はい。ほら、やっぱボスじゃねえかよ。寝て待てや。はい、任せなさい。任せなさいというわけで、まず一旦シャドウアタックを伝打へ。この古文が邪魔だから、まず、あ、一体ずつ、めんどくせー。命令させてもらおうか。で、もう一回分回すでしょ。で、神は装備品をクロスブメランから聖堂の剣に変えてもらって、火炎斬りを。
一体ずつ子分を倒していこう。回復はセイニャに任せよう。よくないかな、セイニャに任せんの。あとねんな、起きろー。よし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 、これでいい、これでいい。冷たい息がだりー。オッケーオッケーオッケー。分回して火炎切って、さてどうしていこうかな。息を吸い込んだっていう文字が見えたら、あ、倒したわナイスナイス。命あっての得だね。バカ。おお、年齢までは元に戻らなかった。聖地ラムダの一族。ほう、ああ、パパか。パパ助けてあげないとな。あれ本じゃないんだね。生きてますか？ルパス。絶対なんか後ろ暗いやつ。情報屋？売られねえだろうな。
なんだそれ。南西の砂漠の真ん中でルコと熱中症になって、サマンディの兵士が運よく通りがかって城に運んで解放。キラキラと七色に輝く枝、使える情報なんかマジで。それベロニカとセーニャが仲間に加わってくれたので回復も追いつくし攻撃魔法もいけると。おむすび通行してからみたいな。やっぱここはどっちかというと和っぽいんだよな。さて、仲間も増えたところで一旦、動画は区切っていこうと思います。ありがとうございました。